鳥山石燕、ガト百鬼夜行より、皇女境港市の水木しげるロードに設置されている、皇女のブロンズ像皇女は、鳥山石燕のガト百鬼夜行にある日本の妖怪。ガトでは、女郎屋らしき建物のそばで女性が下半身を長く伸ばした姿が描かれているが、ガト百鬼夜行には解説文が一切ないため、どのような妖怪を意図して描かれたものかは不明。 江戸時代の吉原遊郭を風刺した創作との説もある。民族学者、藤沢森彦の著書、妖怪が断然衆日本編上では、和歌山県の公女坊という話で、公女は義老の二階を驚かすものと解説されている。また小説家、山田のりおの著書、東北怪談の旅では、秋田県の怪談として、公女と題し、やはり公女は、 家の二階を覗き込むもので、嫉妬深い醜い女が男に相手にされないあまり、友情屋などの二階を覗いて歩くものとされている。こうしたことから同様に戦後の多くの妖怪関連の文献などでは、公女は男に相手にされなかった仕込めが化けるもので、女郎屋などの二階を覗いて人を脅すものなどと述べられているが、これについて妖怪研究家、村上賢治は、藤沢の説は、 石炎の絵から想像したことに過ぎず、山田による階段は別の話に工場を当てはめたものと指摘している。2016年8月2日、和歌山県五坊市の日高港、塩や緑地の公園塩トープに展示されていた工場の石像が根本から切断されているのを職員が発見し、通報した。この工場像は水木しげるのデザインで、 2009年より他の妖怪像9体と共に展示されていた。同月10日、工女像の胴体は近くの港の海底で発見され、引き上げられたが、右手部分は破損していた。9月16日、ご坊所は7月26日午前5時ごろ、工像を足で蹴り損壊した、器物損壊の疑いで同志の男子高校生を、 和歌山地検田辺支部に書類送検した。全国に報道されたこの事件は公助の名前を一躍有名にした。ありがとうございます。